最近つまずきやすくなったという方いらっしゃいませんか？それは老化のサインでもあります。そのまま放っておくと体は弱るばかり、趣味を楽しむ意欲が低下したり、生活に支障が出てきたり、生活の質を低下させてしまいます。そこで今回のクローズアップナウは、令和の時代をアクティブに生きるための新しい筋力バランストレーニングをご紹介します。阿部さん、いつまでも元気でいるためには生活習慣病などの予防のほかに老化を予防する必要があるんですよね。そうなんです。筋力の低下をそのままにしておくと姿勢が悪くなったり、つまずきやすくなったりして歩く動作に支障が出てきます。家に閉じこもりがちになると活動量が落ちてお腹が空きにくくなるんです。そのような低栄養の状態が長く続くと体の衰えがさらに進んで悪循環に陥りやすくなります。ということは、介護予防の取り組みは生活機能の低下が現れる前、つまり健康なうちから始める必要があるということなんですね。そうですね。例えば退職などを理由に日常生活で活動量が減少した方は、筋力を維持するためにトレーニングが必要になります。そこで新しくできた高槻モテモテ筋力アップ体操で筋力を維持してもらおうということなんですね。はい。まだ体力には自信がある方や、まだまだ介護予防は先のことと思っているような若い世代から始めてもらいたい体操です。名前が特徴的で面白いですよね。これどういう意味なんですか？もっと手軽に、もっと手堅く、を略してモテモテなんです。約4分間でできる体操で5つの種類の動きで作られています。忙しくて時間のない方でも短時間で隙間時間を使ってできるような体操なんです。それはまさに手軽ですよね。では手堅くはどういう意味なんでしょう？はい。音楽に合わせて体を動かしますが、意外と運動強度が高く効率的に筋力アップができます。なるほど。それで手軽に手堅く筋力アップができる体操ということなんですね。では阿部さん、私にも体操のポイントを教えていただけますか？はい。岡山さんも一緒に体操しながらポイントを覚えてください。はい、お願いします。では基本の姿勢です。はい。足は肩幅に開いていただいて、背筋はまっすぐに伸ばします。はい、こうですか？はい。では軽く腰に当てて肩の力を抜いてください。はい。これが基本の姿勢です。はい。一つ目の動きはかかと落としです。はい。背伸びをした状態からストンとかかとを着地します。はい。背伸びしてストン、うん、背伸びしてストン。二つ目の動きは足踏みです。はい。高くももを上げて足踏みして、4拍目に足の裏で手を叩きます。 1、2、3 1、2、3。なるほど。この時に背筋をなるべくまっすぐに伸ばして、ももを高く上げることを意識してください。はい、なるほど。3つ目の動きは、はい、ランジという動きになります。はい。大きく一歩踏み出すという意味なんです。はい。まずは前後の動きからやっていきますね。はい。じゃあ手は腰に当てていただいて、右足から大きく前に一歩出します。はい。で2回沈んで戻します。次左足、2回沈んで戻します。右足後ろ、後ろ2回沈んで戻します。左足後ろ、2回沈んで戻します。次は左右の動きになります。はい。右足を横に出します。右足を横に出して左手を上に伸ばす。2回伸ばして戻します。左足を横に、右手を上に上げて戻します。もう一回右に、今度は体幹をひねります。戻して、左足を左に、体幹をひねって戻します。4つ目の動きはバランスです。バランス。
つま先立ちや片足立ちをしながら両腕でローマ字の高槻を描きます。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、じゃあまずはつま先立ちでいきますよ。はい、T T A K K A T S U K I 反対 T A K K A T T S U K はい、5つ目の動きはスクワットです。はい、後ろにある椅子に座るようなイメージで後ろ後ろに引きながら腰をかがめていきます。スクワットは体幹や下半身の大きな筋肉に強力に働きかけるので最も筋力アップ効果を期待できる動きです。肩甲骨をぐるっと回してゆっくり立ち上がります。この動きの連続です。じゃあ行きましょうか。かかと落としです。伸びてストン。かかと落としは骨に振動を与えることで骨の強化を促します。また第二の心臓といわれるふくらはぎの血液循環を促し冷え性やむくみの改善にもつながります。次は足踏みです。1,2,3 はい1,2,3 はい1背筋を伸ばしてももを高く上げます。高くももを上げる足踏みで骨盤周りの筋肉が鍛えられ歩行時のバランスが強化されます。2,3 はいじゃあ次は前後ランジです。右足から一歩前2回沈んで戻します。ランジは体幹や下半身の複数の筋肉を同時に鍛えることができる運動なので忙しい人や短時間でより高い効果を求める方にはぴったりの動きです。沈んで戻します。つま先立ちで測っていきますよ。 T A KA、効果はバランスの強化です。肩や上肢の動きが加わることで重心が揺れやすくなりさらなるバランスアップにつながります。 T S U K スクワットいきます。いきます。右手から右左肩甲骨を大きく回ってゆっくり立ち上がります。もう一回余裕があれば深めでいきましょう。右左ぐるっと回して背筋と四頭筋を感じながらゆっくり立ち上がる、うん、この5つの動きを組み合わせておよそ4分間音楽に合わせて楽しく体を動かす内容になっています。ねえ、4分間ということだから手軽ですし、また一つ一つの動きというのは一見簡単そうでシンプルなんですけどすごく効きますし、また自分が苦手なのがどんなところなのかっていうのがよくわかりますね。そう言っていただけると本当に嬉しいんですけど、この体操することで衰えのサインがどこに出ているかっていうのに早く気づいていただけるようなそういう体操になっていますので、ぜひ続けて取り組んでみてください。この高槻モテモテ筋力アップ体操ぜひご家庭でやってみたいという方たくさんいらっしゃると思うんですが、いい方法ありますか？はい、スマートフォンをお持ちの方は簡単に見ていただくことができます。どうすればいいでしょう？はい、市のホームページから検索して動画を見ることもできますし、それ以外にも健康パスポートをお持ちの方は次の方法でもご覧いただけます。まず iPhone の場合はカメラをタップします。そしてこの冊子についている QR コードをスキャンすれば簡単に動画を見ることができます。簡単ですね。 Android スマホの場合はホームボタンを長押しして Google アシスタントを起動します。 Google レンズのアイコンをタップするとカメラが起動しますから、同じように QR コードをスキャンすれば動画を見ることができます。なるほど、これなら簡単にいつでもどこでも高槻モテ筋体操ができますね。はい、自宅や外出先など日常生活のいろいろな場面でやっていただけます。体操の効果を確実に上げるには足腰の筋肉の疲労感を目安に2回から3回続けて繰り返すことが重要です。体が軽く感じる、階段の上り下りが楽になったなど、多くの方が
この体操の効果を実感しています。筋力トレーニングとなるとなかなか続けるのが難しいと思ってたんですが、この体操は適度な強度で場所も選ばずいつでもできますね。はい、体操は継続して行うことがとても重要なんです。簡単な体操ですから隙間時間を見つけて何回でもやってみてください。少なくとも週に2回以上は高槻モテモテ筋力アップ体操を実践して元気な体づくりを目指していただきたいです。はい、私もスマホを見ながら体操の続きをしたいと思います。頑張りましょう。頑張ります。まだいきますよ、もう一回。はい、右左ぐるっと回してゆっくり出します。ラスト一番深くいきましょう。もっと深く、はい、右左ぐるっと回してゆっくり立ち上がります。最後かかと落としです。息を整えてください。深呼吸いきます。おしまいです。